スバルコリアはかつて存在していた富士重工業の韓国における総輸入販売代理店。韓国市場参入のパートナー企業である高麗成工グループの100%子会社である。現在は代理店の一つであった持参モーターズが整備、部品管理を引き受けている。ディーラーはソウル2カ所、軽軌道2カ所、富山1カ所の計5カ所で展開していた。 ディーラー韓国におけるスバル車の流通、販売、サービス事業を目的として2009年6月に設立。トヨタや日産、三菱、ホンダなど日本からの輸入車市場が急成長を見せる。韓国において、中型乗用車や SUV といったカテゴリーが人気を集めていることに加え、参観部が多い地形や年間を通じて、 気温の寒暖差が激しい気候など、韓国特有の環境において、長年にわたる 4WD 技術と水平対抗エンジン技術で座るならではの高い、走行性能と安全性能を訴求していくことで、スバルブランドの確率と浸透を図ることを目的として設立された。2010年1月韓国市場への投入は2010年4月からと発表され、同月開催された。 富山モーターショーに市販仕様を出展。2010年5月11日ソウル、湖南区、富山、新川など、敬5箇所の拠点で営業を開始。なお、韓国における、納車第一号となった車種はフォレスターであり、湖南のディーラージサンモーターズでは、納車式も行われ、スバルコリアの役員らも出席した。2010年6月レガシーとアウトバックをリコール。 ステアリングロールコネクターに欠陥が発覚。最悪の場合、エアバッグ警告灯が点灯したり、ラジオやクラクションなどが作動しないといった現象が起きることが考えられるという。2011年3月ソウルモーターショー2011にてブースを初出展。2012年12月26日2010年は384台。2011年は664台。 2012年は558台と販売不振により、韓国市場からの撤退を発表。31日からは販売も停止。わずか3年での撤退となった。ただし、サービス関連は当面の間継続する。フォレスターのみ日本からの輸入で、残二車種は北米からの輸入、つまり、シーア製である。軽軌道に、 同名の番組制作会社があるが、関連性はない。スバルコリア四輪駆動のメーカー。スバルが、韓国上陸中央日報2010年1月22日。スバルが4月から韓国参入。レガシーなど3車種投入国際自動車ニュース2010年1月22日。富士重工業。韓国で、スバル車の販売を開始富士重工業株式。 会社公式サイト内プレスリリース2010年1月21日。ちなみに輸入車税は、スバルとロータスのみの出店である。スバルの国内1号車は都心型 SUV。ォレスター中央日報2010年5月12日。スバルコリア、レガシーとアウトバックをリコール。連合ニュース。http ジャパニーズ、ヤヌハプニズ、コー、KR、ヘッドライン、K、2010。 06、18、02000000、AJP2K100 兆6180億220万 882HTML2011 年2月24日、閲覧。韓国でも展開される、ステーキハウスアウトバックと書体は同一。ありがとうございます。